レアシコは、タンザニアのアルーシャ州、カラト県にある、ジャック・アルカリエン湖である。クレーターハイランド地域のセレンゲキ国立公園の南方、ゴロンゴロクレーターのすぐ南西に位置する。クレートリフトバレーの谷底に連なる、湖のうちの一つである。1882年に、オスカール・バオマンがオベ人として、初めて発見した。湖は、北東南西の長軸を持つ。 長辺約7 2トル、短辺約1 6トルの長方形をしている。南西岸は、シビティ川からの堆積物によって埋められているために、他より浅い。湖の収水域は65,500平方キロメートルである。主要な流入河川は、シビティ川であり、湖の南西端に流入する。んごろんごろ火山の南西陸に降った雨は、マテテ川などを通じて、 湖の北東端へと集められる。湖の北西辺に沿った丘は、オルドイニヨアイリーピと呼ばれている。湖の周りは、アカシアとドームヤシの森がある。湖岸沿いの牧草地と森には、ヒョウ、カバ、様々な猿、オオフラミンゴとコフラミンゴ、コウノトリルイおよびペリカン類を含む鳥類などの、多様な野生動物が生息している。湖の周囲には、少数が、 現在も狩猟採集生活を続けるハズア族が住んでいる。100年以上前、有望なマサイ族がゴロンゴロとセレンゲッティ地域に移動してきた時に、そこに住んでいた他の先住民たちが南のエヤシコに追いやられた。現在、エヤシコは人口増加、拙ない工作手法による土壌の枯渇、燃料供給と農場用土地捻出のための森林伐採によって、 自然資源が減少しており、この地の人々は脅かされている。ありがとうございます。